はい皆さん皆さんこんばんは聞こえてますか <laughs> すいませんえー、今日もねのど飴をなめながらですねえちゃんと分析をしていきたいと思います今日はねえー <laughs> 10月26日火曜日でですね、あ眞、のー、子さまのね、あのー、結婚式でした。で小,村小室眞子さんになってね、あのー、民間人となって、小室圭君とね、あのー、午後2時からですねいや、記者発表しましたね。 まああの2人ともね、4年前と違って、とても堂々としててですね、あのー、見違える感じでしたね。まこさまもね、あのー、4年間は長かったと思います。4年間一度も会えないでね。<laughs> 多分 LINE でいろいろね、ニューヨークとのコミュニケーションを取ってたと思うんだけど。 4年間一度も会えなかったっていうのはとても長かったと思いますね。まあ途中でね、<laughs> 気力がつ尽きることもなくですね、よくたくさんの困難がある中でですね、ここまで来れたんだなって、本当にね、うん、本当に。 尊敬した感じですね、僕はね。尊敬しました。<laughs> でね、まあ、いろんなね、記者の方からはね、まあ、くだらない質問が飛んでましたけれども、まあ、あんなのはね、のリアルタイムで答えるわけもなく、まあ、あの、文書でね、 パパって答えたっていうのは本当に素晴らしかったと思います。答える必要もないようなね。まあ、くだらないような内容だったかなと思いますね。うん、まあんま言っちゃ悪いけどね。ほんでね、昨日もこれね、ちょっと動画、SD カードに録画してたもんですから、途中でね、メモリー容量が切れてしまって、動画が14分ぐらいしか撮れてなかったんですけど、 実際問題は <coughs> 1>, <coughs> 1時間ぐらいねええー、録画して <coughs> しました <coughs> まあ実際にまあ宮様をねあのー、宮様をですね、まあ、実際にえー、お, <coughs> お嫁さんと迎えるまあ人たちっていうのはほとんどのは ほとんどはは財閥系でですねね今まではね三,井三井とかね三菱住友安田大倉とかねあのー、あと地方財閥もいっぱいありますけれどもそういうもうあのかつてのですね地方の殿様徳川の殿様あとは商人の財閥ですね そういうところが <laughs> 何もしなくてもお金がね <coughs> どんどん入ってくると。<coughs> <coughs> <coughs> でそういうあの、財閥のですね、御曹司若,若頭取がですねまあそろそろお嫁さんいないとなということでまあ、ちょうどね宮中にいると。 えー、いるということでですねそれでまあ十二分にですねあの幸せないついかなる時も幸せになれるぐらいのですね、まあ、お金は用意できますよと、まあ、お嫁さんとしてね来てくれたら一月お小遣いとして1億でも2億でもね <laughs> 毎月出せますよと。ご飯なんか作らなくてもね、あの、女中がいるから大丈夫だと。家はもう、日本全国、世界中にたくさんあるし、プライベートジェットも持ってるし、ね、あの、運転手付きの車もいっぱいあると。で、どうぞね、今まで赤坂漁御所とかね、あの、住んでた、 その環境のままでですね、私ども、財閥に来てくれればですね、あの、結構でございますよと。まあ、そういうような形の結婚が多かったんじゃないですかね。うん、まあ、だからなかなかですね、まあ、女性皇族を、まあ、もらう民間、 人としてはですねまあ超億万長者まあ超財閥 <laughs> まあそういうところじゃないとですねやっぱりなか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 幸せにできないからですねあの愛は純粋無垢だからといってですねまあ小室圭君がね ままあ、まあ僕も僕のようにね、あの家あのああまりお金にはね <laughs> 縁のない学生時代を送られたからといってですね、まああの頭のいいですね、<laughs> 国際キリスト教大学、まあそんなとこ普通行けないよね、東大と同じぐらいだもんね。 まあ、そこ行ってですね、眞子さまと知り合って、ぜひ結婚しましょうと <coughs>、そんなことはね、思っててもですね、なかなか口にはできないですね。うん、なかなか親にバカって言われて終わりですからね、バカだとか、アホだとか言って、皇、ま、族、あの方は、ね、眞子さんの方はね、真剣にしちゃいますからね。あのー 真眞子さんは純粋に無垢なんでねお金がなくたって愛さえあれば幸せになれるんだって思ってますからただなかなかねなかなかそうは問い合が下ろさないんでお金がないとやっぱり皇族だろうとねやっぱりパートアルバイトしなくちゃいけないのがこの世の中ですからまあ今後ね K 君がねあ、ニューヨークの弁護士事務所で勤めると言ったって、忙しいですからね、サラリーマンでね。まあ、弁護士事務所はあの、コンサルティング会社と同じようなもんでね、家帰れないんですよ、忙しくて。いろんな資料を集めたりね、資料を、えー、編集したりね、まあ、新しく作り上げたりしてですね、プレゼンテーションしたり。 相手の企業の法的な、まあ、リスクを払い出したりですね、まあ、いろんなことやらなくちゃいけないから、まあ、家帰りないですよね頭も十二分にフル活用しなくちゃいけないのでまあだいたい37歳ぐらいで37歳ぐらいまでは使い使われずに使われてですねそっからはもうクビなんですよね35歳ぐらいかなだから まあ K 君もう30歳だからあと5年ぐらいしかないんですよね。あのうんまあ法律のコンサルティング会社ですからね法律事務所っていうのはね5年間使い古されてポイっててられて終わりなんですよね。そうするとまあ結婚生活もまあまあならないんでねまあそんなんだったら そんなサラリーマンなんか辞めちゃってねまあもっとアイダホとかですねテキサスとかまあもっとゆっくりしたとこ行ってですねまあ酪農とかねまあ皆様にできるかわかんないですけどまあ朝から晩まで顔をつき合わせてですねあのー、楽しい生活が。<laughs> できる環境の方がいいかもしれないねうん、まあ、どうしても、ま、法律事務所とかコンサルティング会社っていうのは普通の会社にも忙しいんでねあの朝早く行って夜遅く帰ってきて一つや一週間に一日ぐらいしか帰れないような感じなんですよねそうすると何のための結婚だったのかなってなっちゃうからなかなかね 孫ちゃまこさんも何のために結婚したのかわかんないってなっちゃってひょっとしてね離婚して日本に帰ってきちゃうかもしんないからだから、まあ、そこ心配ですよね本当にねうんまあ結婚はねお金じゃん人生はお金じゃないんってことは当たってるんですよじゃあお金じゃなければお金がなくても生きていけるかっったら特にアメリカは生きていけないからねうん 貧富の差は激しいからね。うん、<laughs> はい、それではですね。えっと、今、100、これ、ドル円ですけれども、114円21まで行っちゃいましたね。114円戻っちゃって、上がっちゃいましたね。これ、4時間足ですけど、 これ75移動平均線を終わらないでですね、ピュピュピュって言っちゃいましたね、これ。夜の21時30分の指標が良かったんですよね。えー、上がっちゃったんで、まあ、今日ね、まあ、<laughs> 小室圭君と、うーん、ま、こちゃんのね、まあ、結婚式だったんで、 まあご将棋相場っていうのもあるんですよね。それで株も少し上がったと思うんですけど、数もまあだいぶ上がったと。で、これが70だからね。<laughs> で、今週のまあ日曜日に衆議院選が結果出るんで、まあ、そこまで上がっちゃうかもしれないね、やっぱりね。で、ダブルトップで下がると。<laughs> これは正しいかもしれないね。で、今もう20来てるから、あと50ピプスしかないんですよね、またね。うん、50ピプスで、<laughs> 110円70だからで、これ下がってくるとね。うん。まあ、これ、まあ、ちょっとダブルトップには近いけど、ありかなと思いますね。うん。まあ、僕がね、 あのさらに三菱商事行った時にですね結構男もバカだからで結構家柄もいいんですよね三菱商事の三菱商事あるでしょ商事のね結構いいんだよないこれ。 これ全部で1万人いるんだけど5,000人男女男女大体半分ぐらいかなこっちがあのー、皇族とかね宮,宮家の人とかね宮家の人もいるよ確かに三菱商事ね あの優遇されてる何も仕事しなくても大丈夫、うん <laughs> 徳川の人とかね元徳川幕府の人とか徳川の人とかまああのいろんなね新,新選組の、まあ、いろいろいるんですよあとは芸能人のおんあの子供とかね芸能人の子供とかさ芸能 <laughs> あとは霞が関ねあの事務次官の子供とかさ娘とかねあとは大企業のさ大企業の娘とかさあの子供とかね無試験でさ無試験で合格するやつ半分がいるんですよ 預かってんだね人質でね人質で預かってんですよで何かあったらまああのー、ちょっと口切ってもらうとでこっちの御0 0いるじゃないこれはこれ雑用もう本当にボロ雑巾ボロ雑巾ね雑巾でこっちもささすがにまあ 宮家いつ学習院行ったりしてるけどね、まあ東大の人もいっぱいいるし、まあ学歴に問わずいっぱい取ってますね、もう日大でもね、あの明治大学でも東大でもね、青、ま、学、あ、アアとか多いけどね、青学とか慶応大学とか多いですよね。あの、無試験だからね、保育園からあればね、まあ、慶応大学多いですね、こっちね、この品のいい人たちね。<laughs> あと、まあ多いですね。 女子大はほら日本女子大とかさまあお茶の水とかねあとは上智大学とか多いですよねまあもちろん東大出てる女の人もいっぱいいますよね、まあ、こっちはさ早稲田慶応 <laughs> 早,稲田早稲田かなまああとは地方のまあ東大もいるしねあとは北海道大学とか東北大学とか まあ、何,し何しそんな地方行ったのって大阪大学とかね、京都大学とか、わ、まあ、こっちですね。<笑><笑>で、こっちの5000人で一生懸命汗,汗水垂らしてね、朝から晩までこうやってんですよ。僕もこっちに行ったんだけど、でめ <laughs> 僕、明治大学出たけど、明治大学はほとんどいなかったですね。こっちはもう、東大、京大、一つ橋、 早稲田慶応上智ぐらいですかね。まあ、あの、マーチはいないですね、ここね、もう、マーチ取らないんですよ <laughs> <laughs>、まあ。こっちはまあ、どこ取ってもいいって感じかな。三宅とかね、徳川とか、芸能人とか、あの、官僚、事務次官の娘、息子とかね、大企業、なんでね、しかたないですよね。 でねあのー、まあ、こっちの人たちはやっぱりお,かお金持ってるからね大企業もやっぱり中堅大企業のあのー、独身男性とかいっぱいいるからだから芸能芸能人とかいうね芸能人の人と結婚あの娘さんと結婚したりね、まあ、芸能人そのものと結婚したりって多かったですね、うん、三菱商事の中でもねうん で僕たちなんかはね、こっちの馬の骨の半分だから、まあ恐ろしい、恐ろしいわけですよ。三菱商事のね、給料だけじゃ食っていけないから、芸能界なんてね。そのこそ、<laughs> こっちに誘われない、飲み会誘われなければ、まあそれを送って入っていけないわけですよね。な彼らはこっちたまに、あの、飲み会とか誘ってくんだけど、まあ、あの、別世界なんですよね、これね。 あんまり行かない,方がい,いんですけど <laughs> やっぱりねあのー、三菱商事の給料ってそんな高くないからこれ2,000万ぐらいしかないからさ2,000万ぐらいかな35歳でね35歳で2,000万ぐらいしかないから芸能人と結婚しちゃうと足りないのよ全然ねうんだから宮,宮様なんか結婚したら全然足んないからだからこう真っ二つに分かるこれは 多分住友商事もね伊藤忠商事も丸紅も全部こんな感じだと思いますけどねうーんでこれどんどん上がっていってますねこれねちょっとロングですね気をつけないとねこれねはいあと仮想通貨見てみようかうーん <laughs> ちょっと下がったかな ちょっとのだめなめるね。<laughs> 録画されてますね。大丈夫ですね。はあ、時価総額が296兆円で、はあ、300兆円下がってますね。うん、ここね、うん。まあ、ただビットコインは。 7百9万2000一時これ760万いきましたからね。あっという間に下がったけど、まあ710万、50万。また来るね、これね。リーサリアムは下がんないね、これ。75万。あちゃちゃ。47万4千円四円。47万5千ね。<laughs> これ50万いくよね。体のもう、 上がりもしなきゃ下がりもしなくなっちゃったねこれ246円、まあ、ソラナがねもうリップル抜いちゃったからねリップル125円あ,あ上がりもしなきゃ下がりもしないとポルケドット498とうん同時30円いったね同時30円いきましたね 芝居のダメですね。上がってんねでもね。うーん。上がってますね。ユニストップ4000いかないですね。うーん。微妙ですね。 まあ仮想通貨ね、今から入ってどうなのっていうありますよね。チーズも38円から上がんないしね。うーん。エンジンもどうなんですかね。エンジンコイン上がってきたね。ームが全然ダメですね。19円だもんね。 今日 ST もダメですね。5円77ですね。うん。うん、あ、日気上がりましたね。505円上がったんですね。やっぱり、すごいね。ご祝儀そばでしたね。うーん。2ー0ジャンルも。 バカなように上がってますからねうん、うん、麻生太郎はもう やめてもいいかなうん、年だよね。うん。空飛ぶバイク。すげえな。すごい、ドローンだね。こういうのあるといいよね、やっぱり。津波があっても逃げられるもんね。 う津波があっても逃げられるしさ、なんかこう、高いビルから逃げるときもね、逃げられるしね、うん、なんかあんまり飛びそうもないけどね、もうちょっと快適に飛んでほしいけど。 まあ今日はまあ小室君んというのは眞子さんの方がしっかりしてるねやっぱりね。眞 <laughs> 子ちゃんまあ誹謗中傷ということだよね。まああのー、インターネットよく読んでるのかもしれないですけどまあ読む必要はないですよだって誹謗中傷なんてなくなるわけないんだから一生さ。あのー、一生なくなることないんだから 完全無視でいいですよ。半無視でね。だって、お金だって受け取んなかったんだし、もう、皇族とかは、ま、全く関係ないんだから、やっぱ大変なことでしたよね、やっぱりね。うーん。まあ、これね、小室君がまあ、 普通の人でさ、まあどっちかというとね、かまあ、母ちゃんが、お父さん死んじゃったからさ、まあお金がなくなってね、あのー、お母さんがい再婚したりなんかしてですね、まあ再婚したりしようとしたりして、なんとかね、すぐにお金がしないと借金返せないからね、まあそういう。 うに <laughs> なっちゃうんだよねどうしてもね。女の人って無知だからさあのクレジットカードでお金借りてるうちにね怖い人が来てねすぐに返さないと大変なことになるよとか言ってさうんでこの男と結婚しなくちゃいけないよとかねそういう風に言われてねあの,ああのキャバクラで働かされたりね。 いろんな脅しがあってさはい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 答えてるうちにそういう風になっちゃうんですよね女の人ってのはやっぱり無知だからかわいそうだったよね一番いけなかったのはお父さんが死んじゃったことですよねこう小学5年生で死んじゃったのかなまあここの K 君もかわいそうだったしこの K 君のお母さんもかわいそうだったよねでまあ クレジットカードで借金重ねてるうちにね、ま、大変なことになっちゃったとそれで怖い人が出てきてねまあこの人と結,構 <coughs> 結婚しろとかねキャバクラで働けとかねまあいろんなことになっちゃったんだと思うんですよねまあそれでも <coughs> インターナショナルスクールで会話してくれてねまあこういう皇族の方との触れ合いの場合もあって まあ、ここで声かけちゃったわけですけど、これも良くなかったね。まあ、自分はね、やっぱりちょっとお金のないね、い家柄だからね。いや、声かけたっつって、<laughs> <laughs> 結婚し,よしましょうって言ったところでさ、<laughs> なかなかね。 愛さえあれば結構ね幸せに幸せにできるんだって思,思,思ったところでさ、はあ、なかなか難しいですよね。皇族だからね普通の人だったら相手なんか普通の人だったらいいのかもしれないけどねまあこれは、はあはあ、ちょっと徹、うん、チェックですよね。でまあ眞子さんはねまあ純粋無垢だから 分かりましたって言ってね、まこ、あ、さんもちょっとレテ点チェックなんだけど、<laughs> でね、こういうさ、結婚の前のごたごたについてはですね、やっぱり両親がですね、あの解決してあげるべきなんですよ、親がね、わかんないから、もう子供はね。 まあ多分変な人が出てきて週刊誌も出てきてね変な変な人たちだったと思うんですねこれ付きまとわれてるのがね <laughs> でイ君のお母さんを一生懸命や,や,やったんだけどやっぱり無知だからでやっぱりこうあ,あのマコちゃんのねマコちゃんのお父さんの秋篠宮殿下がやっぱりやるべきだったよね うん、一,一刀両断すべきだったよね。もう、クライチを動かして <laughs>、うん、悪いやつ全部警察に捕まえてもらってね、一刀両断して、シンプルにするべきでしたよ。これはね、本人同士はできないことですよ。これは一番最後に親ができる最後の仕事でしたよ。でもさ、秋篠宮はやんなかった。なぜかというと、 あの自分が皇太子になっちゃったからね皇太子になっちゃったからそんなことや,やるとねひょっとしたら皇太子の主職が取られちゃうかもしれないとそれは嫌だなと思ったわけでしょだって皇太子だから兄貴が死ねばさ絶対天皇陛下になれるわけだからねそれ嫌だなとねそんな関係ないんだってまあもうね自分の子供のため 娘のためだったらですね、自分が皇族から離れてもいいとわ。私がね、民間人になって、ね、パートアルバイトで頑張ると。その代わりお前は幸せになるというぐらいの気持ちじゃないとダメですよ。ね、秋篠宮、お父さんなんだからさ、それをね、マコちゃんに全部、マコちゃんとね、イ君に全部責任転換して。<coughs> 借金問題を整理しないといけないと言ったってこっちねとんでもないこう悪党がついちゃってるわけでしょ。これはもう無理だからさ秋篠宮の力を使ってね天皇一族なんだからそれで宮内庁の力を持ってねあの公安委員会動かしたりね試合営とかもあるし。 公安委員会とかさ、警察、警察庁、警視庁を動かして、もう全部豚箱入れちゃうと。で、さらさらにすると。そんなの朝飯前なんだよね。で、それやらなかった、秋篠宮。自分のね、むすか可いい娘なのにね。だから、娘の幸せよりも、自分のね、将来のことが可愛かったわけでしょ。僕はそんなことしないから僕はもう、 あの地位も別に会社なんかクビになってもいつでもいいしさ全財産失ってもいつでもいいしねあの両手両用しなくなっちゃってもいいですよ目見えなくなっちゃってもねいや死んでもいいよ娘のためだったらね娘のこの結婚式が借金でごタごタしてるんだったら <laughs> 出てこいこいつがっつってね俺が何とかしてやるとで娘のね 死ぬまでの幸せを願ってですね、まあ、自分の命と引き換えに最後まで戦いますよ。でも、<laughs> 秋篠宮殿下は何もしなかったよね。僕はそこはもう逃げだったと思いますよ。うん。に、まあ、逃げだったと思いますね。あの、自分もね、加担するから、皇太子はできないから、あの、自分のね、 息子を直接交代人にしてくれと。で、僕はあの、三宅から去るからと。おそれはかっこよかったと思うけどね。うん。<laughs> まあ僕は今までそうやってきたしね、これからもね、そうやっていこうと思ってますから、まあ、皆様におかれましてはね、あの、まあ、今回ね、 小室圭君とね、真子ちゃんは本当に立派だったと思う。うん、まあ特にね、真子ちゃん立派だったと思うし、圭君ももともと頭がいいから、まあ、ニューヨークのね、弁護士にも多分慣れた、慣れたと思います。合格してね。まあ、今後については僕もね、応援とか支援とかさせてもらいながらですね、 優しい感じでですね、あのー、経過を観察していきたいと思います。<coughs> まあ、とりはね、まあ、この上は行かないと思うんでね、まあ、週末、<coughs> ここ114円70円まで行ったら、また下がってきちゃうからね、まあ、今度は楽しみですね、これ、大下がりね。 はい、それではね今日はこの辺で終わりますがまあ来週あたりからね顔出しとかできればねいいかなと思いますそれでは失礼いたします